全世界待望のモンスターハンターサンブレイクがついに6月30日に狩猟解禁します。さあ、こちらのモンスターハンターライズおよびサンブレイク、妖怪や怪異がモチーフとなっているという説があります。今回新登場するモンスターおよび復活したモンスター、これらはどんなモチーフがあるのでしょうか。今回はこじつけながら解説していきます。オンジャス、どうもサオでございます。まあライズの時にね、出張企画やったので、今回もサンブレイク発売ということなので、こちらの企画やっていきましょう。題してモンスターハンターのモンスターを踏み台にして妖怪について学ぼうのコーナーです。前回のモンハンの動画半分モンハンじゃなかったよね。まあその通りで、こちらのチャンネル非常に気持ち悪くて、普段はポケモンの話をしているんですけど、大半がポケモンの話をしていないっていう謎のチャンネルになるので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編いきましょう。さあ皆さん、妖怪についてはご存知でしょうか。妖怪とは日本で伝承される民間信仰において、人間の理解を超える奇怪で、異常な現象やあるいはそれらを起こす不可思議な力を持つ非日常的非科学的な存在のこと。めちゃめちゃテンション上がる説明がウィキペディアに載っています。まあ、こちらの妖怪西洋にもいましてですね、西洋の妖怪は西洋妖怪ってそのまま言われることが多くて、まあドラキュラだったりフランケンシュタインだったり、まあハロウィン的なイメージ、そしてモンスターハンターライズ、日本風の世界観が売りになっていますが、カッパだったり天狗だったり、日本の妖怪が所々にモチーフになっているんじゃないかと見られるところもありまして、また妖怪は現象にも当たるものなので、おさえずちはかまいたちなどにもこじつけすることができます。さらにテオテスカトルなんてものは閻魔大王なのではないかみたいな感じで言われているので、今回はサンブレイクになりまして、拠点はエルガドに移り、こちらは西洋モチーフとなっているというところなので、西洋妖怪が関係してるんではないかって言われてます。まあこれは関係してないにしろ、発売までの暇つぶしに見ていただけたらいいかなぐらいで考えてください。メインモンスターは古竜枠メルゼナ、別名は尺銀竜になっています。メルゼナのデザインは非常に気品が漂う竜になっています。そして特徴としては、獲物の生気を奪う、そうドラキュラです。ドラキュラは15世紀に生きたブラド3世という方がモチーフになっています。このブラド3世、ブラドツペシュ、ブラドドラキュラ、こちらの名前はそのままドラキュラという名前のモチーフになっています。元はドラクルという言語で、このドラクルは悪魔を指す言葉でした。このドラクルはドラキュラの父が付けられた名前だったんですが、この父の方は悪魔公と呼ばれていて、そしてその息子ブラドドラキュラ、こちらは悪魔の子と呼ばれるようになりました。しかしここで勘のいいガキの皆さん、ドラクルって何かに似ていると思いませんか。さあこのドラクルを少し言い換えてみると、ドラクル、ドラゴン、ドラゴン、まあ、ちょっと雑かもしれないんですけど、これドラゴンに似てますよね。だからメルゼナはドラキュラモチーフでかつ古竜なんですね。さすがにこじつけすぎん。ドラクルの元々の意味って竜を指していたようです。なので元々はこれ悪魔の子ではなく小竜公って呼ばれてたようですね。気品の漂うような男だったり、まあ、燃えるような赤い目、まあ、血を吸うことでその人の生気を奪う、さらに城みたいなものも持っているっていうところも全てメルゼナに共通する特徴になっています。これはかなり綺麗なモチーフですね。新モンスターガランゴルム、こちら別名ゴーテン獣となっています。こちらは何がモチーフになっているんでしょうか。ゴリラ、まあ、ゴリラはいっぱいいるんで、今回はフランケンシュタイン過去ゴーレム、このフランケンシュタインはゴシックホラー小説っていうものに分類されるのが発祥なんですけれども、でこのフランケンシュタインって特徴的なのが科学に基づいた妖怪っていうところなんですね。なのであの時代で初めて作られた SF 小説なんてことも言われているようです。まあフランケンシュタインは簡単に言うと人造人間、まあクリーチャーです。ビクター・フランケンシュタインっていう学生が墓などから掘り起こした、まあなんやかんやを使って、様々ななんやかんやをつなぎ合わせて創造した人間になります。しかし完成するとひどく醜い容姿、人々から様々な迫害を受けていくっていうね、割と悲劇のストーリーになってます。まあただ見た目以上の共通点みたいなものは存在しているのか、ちょっとこじつけみたいなところになるんですけど、まあ、フランケンシュタインにこういう一節があります。
。知識とは不思議なものだ。一度頭に入ったら岩についた対戦のようにしがみついて離れない。俺は時折全ての思いを振り払いたくなる。だが俺は全ての苦痛を取り去る方法を学んだ。それが死だ。まあ、一応ここで岩が出てくるかなっていうところですかね。まあ、体がゴツゴツしてますし、体表にはそれらしきものが見られると。まあ、メルゼナに比べて資料は少ないので、この辺はゲーム内で明かされるといいかなって思います。続きまして、新たなモンスタールナガロン、別名兵糧竜。こちらのルナガロン、空気を全身に巡らせて体温調節を行うため、長距離の移動や環境の変化にも耐えられる。つまり生息域は広範囲。さあハンターの皆さん、ぜひとも勝って村や町の危険を退けてくださいと言わんばかりな、まあ、そんな新モンスターなんですけれども、まあローって書いてあるから、これはおそらくウェアウルフ、まあ人狼だったり狼男、この辺がモチーフになっていることは間違いないのかなって思います。さあこの人狼の発祥定かではないんですが、まあ、ヨーロッパなどの様々な伝承、こちらが組み合わさって属化して生まれた妖怪なんじゃないかなって言われております。神話とかでも結構登場しますよね。で、先ほどからまあ伝承が複合した形って言ってるので、まあ様々な設定があるんですが、まあみんな的に一番ポピュラーなケースだと、まあ月の光を浴びて変身したり、まあ夜になると狼になるみたいな、まあつまりそれが元になってルナガロンっていうこの月っていう名前がついているんではないか。まあ非常に簡単なお話ですが、そんな話もあります。一説によると銀の弾丸が弱点なので、めちゃめちゃライトボウガンやヘビーボウガンに弱かったらちょっと面白いですよね。さあここまで新モンスターをざっと紹介してきたんですが、どうでしょうか。めちゃめちゃこじつけありますよね。こんな感じで続いていきます。それでは次の話なんですが、もともといたモンスターたちも再登場するんですが、こちらも簡単にお話ししていきたいと思います。まずはライゼクス。さあクロスシリーズで登場した四天王なんでございますが、あれガムートさんどこ行ったんだ。きっとティガレックスに食べられてるんじゃないかな、まあ、もしかしたら参戦するかもしれないですけど、めちゃめちゃ今悲しみに浸ってると思います。まあどれぐらい悲しみに浸ってるかっていうと、まあ片手剣使いの重役の陣役の性能を見て、あれ縦に乗んないんだって気づいた時ぐらい絶望ですよね。ちなみに片手剣は様々な武器種が派手な入れ替え技を獲得する一方、剣二連コンボとかなんかめちゃめちゃシンプルなやつもらってるんで、なんかちょっとどうにかなりませんかね。あと縦歩きも速くなったんだけど、あれ。さあそんなガムートさんじゃなくてライゼクスさんなんでございますが、こちらのライゼクスさん、まあ別名電流っていうね名前なんですが、英語名で表記するとアスタロスってなります。まあこのアスタロスはスペルは違うんですけど、アスタロトっていうね、ヨーロッパ伝承の悪魔の一人なんですね。まあこのアスタロスなんですけど、まあめちゃめちゃおっきょいドラゴンにまたがっている、まあ天使の姿を取った悪魔なんですね。まあただアスタロトって一応ね毒属性なので、まあそこはちょっと噛み合ってないんですが、まあそもそも英名がアスタロスなので、この辺はモチーフになってるかなって思います。さあ続きまして、将軍ギザミ。ただの神だよね。まあなんですけれども、これ結構騒がれたのが死神がモチーフなんじゃないかって言われてました。なんか最初のサンブレイクの PV で謎に発表された、まあカニさんなんですけれども、死神は生体の死、こちらに関係する神として、まあいろんな世界で様々な形で伝説や伝承が存在します。まあこの死神、グリムリーパーっていう別名があって、結構こちらも聞いたことがあると思うんですけど、まあ特徴は大釜ですよね。まあ先ほどから皆さん気づいている通り、復活モンスターに関してはこれ以上の設定はないのかなって思うんですけど、まあ、実際に将軍ギザミに会った時は死は免れないのかなって思うんですが、まあ、全てのモンスターに言えることですね。プロハンの皆さんはぜひともこのカニを飼って茹でて食べて生命の糧にしてみてください。さあ全てのモンスターを解説していきたいところではございますが、次を最後にしていきます。ゴアマガラでございます。別名黒色竜。一説によるとゾンビとかも言われているんですけど、ゾンビの枠ってバルハザクが来ると思うんですよね。悪魔というこの概念自体がモチーフになってるんじゃないかなって見た目から思いますよね。まあ、どうしてもゴアマガラを見るとベノムを思い浮かべるのは僕だけでしょうか。まあ、非常に交流っぽい骨格を持っているんですが、こちらは交流ではないっていうね、謎の初見殺し仕様があります。まあ、こんな悪魔のような見た目、そして悪魔のような性質を持っていて、さらに言うと交流と誤解されるようなこの骨格みたいな
ところも悪魔の性質と重なってくるところでもありますよね。さあしかしこのゴアマガラの正体、実は古竜種だったっていうものになってるんですね。ゴアマガラは実は成長途中の姿でシャガルマガラっていうねモンスターになるんですけど、まあこっちが天守遅なんじゃねみたいな話で、悪魔って先ほどのアスタロトと同じように天使のふりをしたり、まああとはまあ幽霊のふりをしたりするんですね。まあそもそもこじつけっていう体なんで、まあこの辺にしておくんですが、非常に悪魔ってずる賢いんですよね。結構映画とかでも見ると思うんですけど、悪魔って幽霊のふりをしてその家の人を驚かせて、その人をパニックに陥らせて乗っ取っちゃうみたいなね、そういう性質を持ってるんで、まあ家に幽霊が現れるって方は実は悪魔の嫌がらせなのかもしれません。まあそんな予感がする方はぜひともこの最強の夫婦を頼ってみてください。はい、というわけで出張企画でした。まあいつもよりちょっと知識量は少なかったんですが、楽しんでくれたら幸いでございます。それでは今回チャンネル登録をするとですね、 Steam 版の若干の発売の遅延を早まらせることができる可能性が 0.00000001% 上がります。ぜひともスイッチ勢と同じスタートを切りたいって方はチャンネル登録してみてください。それではご視聴ありがとうございました。残念ですがさようなら。